ございます。今日はですね、6月の1日、土曜日ですね。これからですね、チキンハートの、秀樹さんですねの、主催ということでいいのかな、のイベント、H3 ですね、イベントを走るために、箱根湯本駅近くの、箱根ーチャーですね、箱根ーチャーさんの、近くに、まあ、今車でね、移動しております。ここはなんだ、ターンパイクじゃねえな、小田厚か、小田原厚木道路に今乗ったところですけど、集合が、7時かな、100マイルの部というか、H3 っていうのが、箱根の外輪山を3周する、部門で、まあ、大体50キロちょいぐらいのループを、3周ですね。50キロ3000アップぐらいだったかな。で、他にも H2 っていうのが、2周、箱根外輪山2周、あとは、H3 の、駅伝部門ですかね、3人でタスキをつないで、100マイル完走を目指すっていう、まあ、彩の国駅伝的な、はい、プロファイルに近いですよね。50キロ3000ちょいアップかける3、はい、の3部門が多分あって、で、それの長は今日、H3、3周するつもりで、来たので、はい、朝はね、7時集合の、7時半ブリーフィング、8時から、スタートっていう予定になってます。で、 H3 に関しては、まあ、1周目、2周目、3周目でそれぞれ、回り方が、まあ、変わるんですけど、まあ、奇数周、1周目と3周目に関しては、半時計回りですね。まあ、なんで、最初に箱根湯本から、金時山方面に明神ヶ岳とかあっちの方から行って、で、ぐるっとそのまま芦ノ湖の方、南側の方を回って、で、湯本に戻るっていうルートですね。で、2周目のパートについては、まあ、1周目回った道を、まあ、ほぼというか多分全く同じ道を、逆走する、時計回りに、箱根外輪山外輪を、まあ、一周すると。で、最後の3周目に関しては、また1周目と同じですね。奇数周なんで、まあ、また明神ヶ岳、金時山で、長尾峠とかあっちの方から南回って、で、最後になんだっけな、ロードに降りてきたら、そこで、あの、チェックポイントがあって、秀樹さんがいらっしゃるのかな。で、そこでチェックをしてから、で、もう一回、なんだ、一回来た道また戻るみたいなんですよね、芦ノ湖方面に登ってって、で、そこまで登ってまた今度降りてきて箱根ーチャーに帰って、まあ、ゴールと。まあ、それが何かっていうと、多分、あの、大体50キロぐらいなんで1周が、まあ、それ3周すると150キロぐらいなんで、まあ、100マイルまであと10キロぐらい足りないっていうことで、最後にちょっと距離合わせをするために、あの、一つまた山をダラダラ登って、ダラダラ降りて帰ってくるみたいな、5キロ登って5キロ降りてくるみたいな、はい、そういう、はい、まあ、ちょっと余計なことしないでくださいっていう感じではあるんですけど、はい、あの、細やかなね、距離に対する細やかな気遣いもあって、で、多分ね、このイベントは、去年もやってるし、一昨年ぐらいになんかプレーをやってたんだかな、ちょっと正確に把握してないんですけど、確かね、去年は台風が、あの、来たりして、その影響で3周する部門はなくなったんじゃなかったかな、確かね、うん、そうだった気がする。で、今年は、あの、まあ、台風はね、あの、来てはいましたけど、直接的な影響はなく、今日はね、晴れの予報になってますし、まあ、明日はちょっとね、天気怪しいですけど、まあまあ、去年ほどじゃないと思うので、普通に走れるんじゃなかろうかと想像してはおります。いろんな人に会えるのを楽しみに参加させていただきたいと思います。じゃあ、行きます。さあ、近くまで来ました。今日はですね、ちょっと、あの、昨日、一昨日といろいろバタバタしていたこともあって、始まる前からそんなこと言うなって感じなんですけど、めちゃくちゃ体調が良くないです。まあ、何かというと、まあ、ちょっと、ね、眠いんですよね。まあ、運転に差し支えないくらいではあるんですけど、もうすでにね、ちょっと頭のあたりがもうもやっとしてて、うん。なん
で、まあ、ちょっとね、あの動き出せば目が覚めるんじゃないかなと期待してはいるんですけど、まあ、今日もねまた4時過ぎ、4時起きくらいだったんで、まあ、結構眠いですけど、まあ、耐え忍んで頑張ろうと思います。まあ無理しないです。レースじゃないし、せっかくのね、あの機会なんで、いっぱい堪能、たっぷり堪能できればなと思ってます。まあ、暑くなるんで、そこの対策はまたいつも通りしっかりやりたいなっていうのと、まあ、ちょっと出力をね、とにかく上げすぎないようにやりたいなと思ってます。で、そう、さっき言わせましたけど、2周目、3周目とね、ペーサーが、ついてくれる予定なんで、まあ、あの人とね、あの人があのペーサーで一緒に走ってくれる予定なので、なんとかね、3周目までたどり着けたらいいなと思ってます。なんで本当ね、楽に楽に走れるペースで、もうね1年以上100マイル完走してないんで去年の、富士100マイルですね、それ以来なんで、はい、あとね今回はしっかり完走できたらいいなと思ってます。体調的には若干危険信号ですけど、はい。これ根元箱根イチャーレースね、よいしょ。去年のあれだ、小林くん、名取くんと走りに来て以来ですね。7時、今5分ぐらいですね。ちょっといろいろ準備を整えて、よいしょ。はあ、眠い。 あ、すげえ激坂だよ。全然体が動く感じがしないけど大丈夫かな。もうなんかゴール前ぐらいの疲労感なんですよ。もうね眠いし。これ冬打ちが過ぎますよ、こんな。すげえ坂だこれ。外輪の最初のあれですね、坂です。去年小林くんたちと走った時も確かに登った。いやー、こんなとこにあったんだ箱根茶ペースさん。もう初めて来ました。ミシャロ君、あれだ、あの富士の時応援ありがとうございました。あ、いやいやいや、へたれてやめてしまったけど。も大丈夫ですか。あ、もうバンバン撮ってくれやった。ミシャロ、でも久しぶりですね。去年のあれ富士以来じゃないですか。富士以来です。あれ富士でどっか出ましたっけ。去年の富士で途中一緒に走ってて、大丈夫ですよ。新越です。新越のあれ映像で、そう、姫のところでタロリーのやつ。せやせやせや、こんちはつって、あ、いいんですかみたいな。そうだそうだ、映っていいのみたいな。あの時の爆走がすごかったですもんね、あの後。あの後ね、そうそうそう、なんか調子よくて。あ、はいはい、ちょっとだから今日はあの走りを思い出して。H3 11番ゼッケンいただきました。これは何だ、タオルですね。すごいでかいバスタオルぐらい。ヨガマットとか、ヨガタオルとか、ね、すごいでかい。顔いいから見てください。これもいいんですか。はい、甘酒です。優勝候補。いや、優勝とかないです。全部ですか。阿部選手すごい、阿部選手になってます。いつも動画見てます。そういうのいいじゃない。いいいや、わらわらと。100マイルは30人ぐらいでしたっけ。20でしたっけ。20人ぐらいですね、走るみたいです。結構多いですよね、このそうですね。いや、本当好きな人がいっぱい集まって、好きな人だらけです。ピストンが結構でかいんで、はい、厳しいです。高野さんです。H3 頑張りましょう。頑張りましょう。チキンハットでいつも練習されてますね。楽しみにしてます。大リッツォ。 H3 スタートまであと10分切ったぐらいですね。これからわらわらと。29とかですね、あれは。そうです。これ渋滞ゾーンだよ。
渋滞する道なんかありましたっけ。金時ぐらい、金時ぐらいです。はい、行きます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。よいしょ、行ってきます。1時間後ぐらいに100キロの選手があれですもんね、スタートですもんね。あ、2時間後です、ね、2時間後でしたっけ、あ、ね、あ、100キロはね、14時です、ね、あ、100キロはそんな、駅伝が、駅伝が2時間後です。あ、2時間後か。いや、なんかゆっくり走ってれば1周目に来るあの伊達くんっていう、あの小林くんと高丸くんと一緒に走ってるのがいるんですけど、なんかゆっくり走ってれば追いついてくるかなと。いやまあでもなんか変にダラダラしないでずっと走ったらやっぱ8時間9時間とかになっちゃうんですかね。どうなんですかね。よくわかんないですね。なんかまあそれなりの上で走ってけば、はい、なんか9時間とかになるかな。ありがとうございます。最初のあの何でしたっけ、明星ヶ岳でしたっけ、はいはい、あそこまでの登りエグいですよね。エグいっす。あそこに行けばなんかちょっと落ち着いた感じですね。そうですよね。正体じゃないんですけど、正体じゃないですか。なんか人生において 2連勝とか、はいはい、読めないじゃないですか。確かに確かに。一生するのに一生もできないよね。そうか、連覇に挑めるのは今年しかないぞと。挑んだだけでもいいだろうとできないと思ってますけど。何でしたっけ、房総半島一周です、ね、一周、はい、なるほど。名前は分かりやすいですよね。そうですね、その通り房総半島一周するんで。それの去年チャンピオンであり今年の連覇チャレンジャーである阿部選手。無駄に挑んでこれだと。じゃあ今日はあれですね、イーブンで3周走るのか、もしかして目標とかそういう感じじゃないですか。そんなじゃないです。イーブンでいけると思ってないですよ。なんかでもテーマがあるんじゃないですか。まあでもテーマはそうですね、はい、なるべく本当にイーブンペースで行きたいと思ってますけど。そうですよね。心のイーブンであって実際のイーブンではない感はゆっくり入った方がいいなっていうのはありますし、ビルドアップしなきゃいけないっていうのもあるんで、全然気にしないでください。RD3 周ビルドアップしたら前代未聞だと思ったんですけど。まあ2周目もこのくらいでいけたらなぐらいな感覚では、はい、行きたいなと思ってますんで。さあ、この H3 感がないグループなんですけど。今スタートからどれくらい経ったのかな。もうすぐ30分ぐらいですね。そうですね、2キロ。まだ2キロしか来てない。2キロで330アップですね。平均心拍数125。ラップペース。そうです。ラップペースはキロ14分13秒ぐらいです。さあ、遠野峰566メートル来ました。ここまでちょうど、37分ちょうどってなんだ、3キロぐらいですね。今ちょっといろいろ電話がかかってきて、最後尾にいます。ちょっとねインスタで HG のあのアカウントをメンションして投稿したり、今日息吹をね持って走ってるんで、それをねあのそのリンクをシェアしました。はい、あ、よし、ここからちょっと走り始めようかな。よし。
よし。じゃあまあ、ぼちぼちと、はい、走っていきます。電話も渡し。頑張りましょう。はい、よし。やっと終わりましたね、上りが。あの広いとこで行きますんで、勝手に。そうか、ポールを持ってくるっていう発想がなかったです、そういえば。もうポールほとんど使ったことなくて。あ、そうなんですか。下りとか時に、はいはい、上りはやっぱり行ったかなと思って。うん、まあこのコース走れるところが多いんで、使いどころがなかなかちょっと難しそうではありますけど、うん、まあでも1周目から持つんですね。いい時までで使おうかな。はいはいはい、なるほど。あの、この左とかは、はい、結構動きが使うんで。ああ、そうですか。ボールは決まってます。うん。本当はね、まああった方が有利なんですけど、しばらくポールを使うレースに出る予定がないんで。やっぱどうしても秋が新越だと、やっぱ使わずに走る練習をむしろしとかないとって。はい、はい、ここで、ああ、なるほどなるほど、発送人ですね。はい、じゃあ行きますね。今年も公務ですか？いや、あ、そうか。面白いじゃないですか。めっちゃ面白いけど、何度も出るって。まあ、何年かに1回ぐらいがちょうどいいかもしれないですね。おお、ちゃんと止まってなかった。フラスクが落下しました。よし、ちょっとまた登山道入り口、農場ヶ岳90分です。よいしょ。さあ、じゃあテキパキ歩いていこう。よいしょ。気持ちいいけど微妙になんか走りづらい。はい、頑張ってください。無理。いやいや、明星ヶ岳ね、924m ですね。この前岐阜行ってたでしょ。あ、不動の森、はい、行きました、行きました。後ろ起きたの実況があるもんで。あ、そうなんですか。あそこね、僕も走ったことある。あ、鏡原アルプスとかでしたっけ。前日にほら、お城登ってたよ。あーと、金華山とか、岐阜城とか、あの辺ですよね。はい、行きました、行きました、行きました。そうそう。で、鵜飼の。はい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 、鵜飼の話聞いて。俺もね、鵜飼全然知らなかった。知らないっすよね。知らない。そう。でも、あの辺の人たちにとってね、はいはい。なんかまあ、国の文化財です、ね。うん。鎌倉には大仏があるでしょぐらいな感じがした人ね。そんな感じで。なるほど。GoPro です。あ、GoPro ね。はい。いいじゃん、いいじゃん。いきなり前撮りから始まる人あんまりないですよ。前撮りから。フロントビューっていうんですか。うん。プロの方なんで、なんか恥ずかしいですけど、こうやって。そうです。もう俺も、はい、長尾の動画で勉強させてもらってるんで。いやいやいや、勘弁してください。もうただ本当撮ってるだけですから。あのね、ただただ俺何が好きかってね、はい、
あの編集してないのがいい。あのまあどうやっていただきます、あの繋いでるだけがね、はい、すごくいい。もう自分で言うのもあれなんですけど、あのドキュメンタリーの基本ですね。ディレクターの意思が存在してる。いやなんかそれ最近なんていうんですかね、編集された動画を見るのが結構自分辛くなってきちゃって。いやそうだ、もう俺もはっきり言って嫌なのよ。そうなんですよ、少々触笑気味で。はい、あ本当ただ撮ったのをそのまま繋いで出してるだけ。はい、なんかもっと同じようにやってくれる人がいてもいいと思うんですけど、ね、俺もそんな詳しくないけどいないよね。そうなんですよ、ああやればいいのにどこじゃん。でもね、撮りながらやっぱ走るのがどうしても体力使うっていうのはそうそうそう、あるんで、あれはやっぱり走る体力がある程度ないと、うん、まあでも今日もずっとほとんど胸にマウントしてますけど。あ、そうです。はい、靴で感じてるんだ。そうです、まあちょっとね苦しかったり釣れたりはしますけど。いや力強い走りですね。でも本当それあの時このチェスト鎧を外したらさ、はい、もっといけるでしょ間違いなく。いやいや分かんない、100マイルだったらもしかしたら30分1時間早く出るかもっていうのは前から。鎧がさ、まあでもこれがもう自分のスタイルなんで。あ、本当、あ、でもここにタッカーだったらいいね。はい。まあ、さすがにでもちょっとマラソンでやるときついんで。あ、なるほどね。そうなんですよ。ね、まあ、だから適宜あの、インスタ360のあの、頭につけるやつとか、使ったりとかしてますけどね、そういう時は。だから、遊んでるだけなのに。あのアクションカムだけで3台ぐらい今いいありますからね。ゴーブロももう4台目ぐらいだし。っていうかゴーブロもね、もうどんどんバージョンアップするからね。そうですね、あれうまいよねやり方がね。でもなんかでもあんまり中身変わってない時ありますよね。もう俺全然最近いじってないから。今いくつなんですよ。10ぐらい、12ぐらいですね。あ、もう12なんだ。はい、すごいな。今スタートから1時間40分ぐらいでシンさんとハイキングをしてますよ。ハイキングトレイルランニング、これは今明星ヶ岳に向かってるとこですよね。明星、そう、明星ですかね。あれ明星明神でしたっけ。明星明神、明星明神で、その先が金時山ですね。だから明星までどれくらいなんだろう。2時間半とかですかね。そんなかかんないかな。はいはい、どれくらいのペースなのかちょっとよく分かってないです。これ俺もしかしたら飛ばしすぎかもしれない。え？いいペースだなと思って普通についていかせていただいてます。俺が長渕一緒に走ってるってこと自体が飛ばしすぎだよ。いやいやいや。よいしょ。あ、でもチラチライベント参加者の方が、うん、じゃあお、おー、いい。ブラさん落ちなかったっすか。え、ブラさん、あ、いやブラさん落ちなかったっすか。フロートの、全然、結構俺下見て歩いてるけど。そうですね、スタートした時つけてました。あのつけてて、はい、寝防止に落として、はいはいはい、何回かあの草当たったじゃないですか。はい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 、あの辺でじゃあ引っかかったか。マジか。開始2時間でこれはちょっとへこみますね。なんか足のダメージより心のダメージが大きそうな、そんな H3 道中です。いやそれはちなみにおいくら万円くらいですか。いや、そんな高ないですね。1万4、5000円くらいです。いやいやいや、十分高いですね。1万5千円は結構いい値段します。え？これ ESS ですね。そういえば。いや、でも、それは大ダメージだな。自分これな、はい。落とせないですね。そうですね。これなくしたらもうやめちゃうかもしれないです。いや、気持ちいいな。
今バッテリー残り 50%。 今日は GoPro のヒーロー11。4時にあと10分、エチオピアトレイン。ハイカーさんだ。ハイカーさんまだ5人ぐらいですね。阿部さんあれ行きますか、松茸山。あーちょっとね、行きたいなと思います。これは吹雪ちゃん、これは、はい、はい、みんな入ってた。あ、このトレイ、はい、おーイエーイ、たまたまトレイ。えい、はい、いつか入らなくて、はい、大丈夫ですか。ありがとう。撮りますか。いや、メイク行くか、怖い。お兄さん見えた。ありますよ、そう、あそこ、あそこに、そう。あ、だいぶ見えないかな。いけない。だいぶ溶けましたね。溶けたね、だいぶ。あれは見えてるのは何メーター、3200ぐらいから上とかですかね。3000ぐらいからかな。あれ放映加工ないですもんね、まだね。今年も出るの、駅伝。あ、駅伝も、はい、競争も出ます。すごいね、どっちも。こんにちは。阿部さん。あれ、阿部さん。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。明神。お疲れ様です。来ました。今日はあれ。プライベート。1169m ね。長尾さん、あ、どうも、ああ、このとおり。お疲れ様です。お疲れ様です。次は金時が130分ですね。あ、そうなんや。はい、頑張ります。まだ15人ぐらいいるんですかね、前ね。いや、多分いると思うな。なんかもう結構、あ、最初のグループ座って、うん、そうですね。いや、15人もいないな。そうですか。うん、俺、ちょっと真ん中ぐらいだったね。とりあえず、明神まで、まあ、約2時間ぐらいですね。うん、これであと10キロ。10.8 キロか。10.8 キロ。10.8 キロで、1200アップか。あ、もうそんな登ったんですね。いや、最初だよ、やっぱり。最初やっぱ、いや、ああ、よかったよかった。最初のやっぱあそこがえぐいですね。うわ、きれいきれい。もうバカ骨1本分登ったって考えたらだいぶだいぶ。よいしょ、枝が、うん、よいしょ。なんとなく9時間ぐらいで帰れそうな気がしてきました。マジで？多分そんなもんじゃないですか。俺はね、多分9時間で帰ったら、はい、ちょっと、はい、でもなぁ、ゆっくりもしてらんないんだよね。じゃあ、じゃあ、あ、気持ちいいな。よし、このままトレインで進んでいきますか。よいしょ。お、坂が。よし、さあ例の場所に行きましたよ。
うよいしょ。さあ、この絶景ポイントまでちょうど2時間、今3分ですね。ここね、気持ちいいんですけど、あんまり100歩するとね足が終わるっていうね。こんにちは。よいしょ。さあ、金時見えてきました。あれね。トレインはちょっと離れちゃいましたけど、淡々と一人で走ってます。今 12.5 キロぐらいですね。まあ、2周目からねペーサーについてくれるあの人があの人が前を走ってくれてるイメージで今はね走ってます。あの人だったらこれくらいで行くだろうなとか、そんな感じです。まあ、今日内石岳988メーターですね、通過しました。引き続き金時山方面に向かっていきますと。今日のねイベントの H3 の主催者の秀樹さんとはね、初めてお会いしたのは2021年の夏ですね、7月。その年はね、ちょうど、まだね、コロナ騒ぎで、大会がね、中止になったり、ああだこうだと、やってた時期で、確かにちょうどね、御嶽がなくなったんですよね。で、そのタイミングで、LDA の、まあ、アンサー4の小葉さんとか、あと田中さんとかが、まあ、主体となって、開催してくれた、袋24体っていうね、高尾で、まあ、グリーンセンターか。高尾のグリーンセンターを拠点に、ぐるぐる、12キロ15周とかだったかな。まあいいや、ぐるぐる走って、まあ100マイルっていうイベントがあったんですけど、まあその時にね、と一緒に参加されてたのが、秀樹さんとか、あとまさしさんとか、あとは杉高のおさるさんとか、まあ他にもね、沢柳くんとか、いろんな方がね、いろんな方と初めて、会えた、すごいです。思い出深いイベントなんですけど、その時に初めて、確かね、一周目終わって、グリーンセンターに帰る時の下り、林道を降りていくところで、確かね、秀樹さんに会ったような気がするんだよな。違ったっけな。はい。俺と秀樹さんの、長尾と秀樹さんの初めての出会いでした。だからなんだって話ですよね。さあ、来ました。ここ。この区間がね、何だったわけじゃないんですけど、きついんですよね。囲われてる割にはね、日が当たるし。よいしょ。今、リズムよく登って、まあ、この急登でね、やっと心拍が140超えてくるぐらいの出力です。足を使わないようにね、うん、ここを歩いても走っても変わらないね、今のところはね。よし、さあ、ぼちぼち金時山の直頭に近づいてきた感じがしますね。金時山が
45分。よいしょ。さあ行きました、直通ルート。ここから確か小林くんは20分かかんないぐらいじゃなかったっけ。化け物か。確かルイくんとか川崎さんもやってなかったかな、ここ。じゃあ中尾はこの間どれくらいだっけな、1年前、25分とかだったかな。はい、まあ、それなりにかかるんでちょっと補給して進みたいと思います。あれだ、ジェルとか1周目は持ってないんでオール羊羹で走りたいと思います。さあ金時山の急登入ってどれくらいだったかな。ラップを切ってないからわからないですけど、やっぱこのルートはハイカーさん多いですね。よいしょよいしょ。パンチが効いてる。今の心拍はまあゆっくり行ってるつもりでも145ぐらいですね。こんな牛歩のような歩みでもカロス先生は出力ペース3分20とかって言ってますね。まあね、傾斜がキュッと上がるとねペースもキュッてまあちょっと話半分に聞いておきます。今標高 1000m 超えてますね。 1078m、 涼しい。よいしょ。外国人観光客の方、こんにちは。こんにちは、こんにちは。もう、いい感じにいいリズムで降りてますね。この区間が、箱根駅から今 16.7km ですね。累積は1700弱ぐらい。平均出力ペースは5分31で結構早いね。平均心拍134です。よいしょ。じゃあまた次金時に着いたら撮ろうかな。よいしょ。よいしょ、着いた。はい、金時山。来た来た。飲み物どうしようかな。半分ずつでもらうよ。じゃあありがとうございます。また来ますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。行ってきます。あれあっちですよね。よし。ここまで3時間ちょいですね。こんにちは。3時間ちょうどぐらいでした。よいしょ。シュベットでアイシング。おお。この辺来んのは2年ぶりくらい、3年ぶりくらいだからあんま覚えてない。よいしょ。よいしょ。おう、こんなとこあったっけ。よいしょ。よいしょ。じゃあすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。え、あ、はじめまして、中尾と申します。はい、どうぞ行っちゃってください。大丈夫ですか。堀さんはおいくつぐらいですか。僕は30の代です。あ、はいはいはい。資金は若い方が多いから。
若いけどなんかめちゃくちゃもうパキパキしてらっしゃるんで皆さん。いやいや。かっちょいい方がいっぱい。リーさんとこで髪切ってもらって。ああ、なるほどなるほど。1ヶ月前ぐらい、まあ、それだけでみんなイケメンなんですけどね自分まだ実は行ったことないんですよね。そうなんですよ。いずれいずれ行きたいと思いながらあれさっき金時山で結構ゆっくりしてた感じですか、もしかして。そんなにですね。あ、本当ですか。コーラ買ってアイスもらって5分ぐらい、はいはい、あ、そうかどうか。じゃあその間にあれかな、先に出ちゃったのかな、自分が。そうですそういうことか。写真撮ってるなりなんだけど。はい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 。エントリーリスト、リスト見てて。はい。あ、高尾さん来るんだ。そう。ぜひお会いしたい。いえ、ありがとうございます。本当はもう去年も出たかったんですけど、はい、なんかあの子供の運動会とかぶってて出れなくて。そう。この時期ですね。そうです。来年被ってなかったら参加させてくださいっていう話は去年からもう秀樹さんに送ってたんで、去年はなんか西方くんとかも H3 の方に出る予定だったじゃないですか。そうそう、でなくなっちゃいましたけど。そう、まあでも今年100キロ走るみたいですね、2人もね。何年生よくわかんないです。もう西方くんはもう100マイルも多分後半走りながらリカバリーし始めてるんで彼。どうぞ行っちゃってください、本当に。どうぞどうぞ、自分はもうちょっとゆっくり行くんで。絶対大西くんと高尾さんは前に出てくるんだろうと、はい、ね、そういう感じ。いや、なんかペーサー2人が走りたがりなんで、そうなんです、2周目3周目とビルドアップするぐらいの想定で気持ちだけはちょっと温存しないとなって。よいしょよいしょ。じゃあ堀さん、またお会いできたらもしどこかで。いや、何回も。エイドで会えるかもしれないですね。大丈夫ですか。なんか滑りやすいですよね、あちこちね。気をつけて。おお。あ、長尾山頂。金時から35分、長尾山。よし、長尾が、長尾山。よいしょ、よいしょ。乙女峠に、降りるトレイルですね。よいしょ。結構渋い、渋いルートなんだよね。大丈夫ですか？ごめんなさい。乙女峠。来ました。よいしょ。いやー、おいっす。おいっす。お疲れです。お疲れです。まあ気づいてましたよね。お疲れです。どうもです。いやー、気候がいいっすね。はい、最高だ。うThank you.
いや最高ですね今日は。暑いですか？いやなんかそうでもないです今日は。爽やかで。お疲れ様です。もうちょいで映像ですよね。はい。はい行ってきます。ありがとうございます。まあいいんですよねきっとね。よいしょ。まあさっき秀樹さんたちいたから、はい、なんとなく無事に進んでることは分かったんじゃないですか。金時山からここまで54分半ぐらいで来ましたね。1時間弱ぐらいか。全然予定で作ってきましたね。何も考えてないです。ただあの、はい、あれ大西さんでよかったですよね。大西さんペースありますか？いいですね。はい、自分はあの2周目と3周目になんか走りたくてうずうずしてる人が2人それぞれ待ってるんで、はい、まあ2周目も同じぐらいでいけるぐらいの出力で走ろうかなっていう感じでここまでは来ました。まあそうですね。いやこれでも9時間くらいで行きますかね。もっと早い。予定では8時間ぐらいで行ったらなかった。8時間マジでそんな早いですかこれ。そうか、でもそれくらいかもしれないですね。うん、自分でもだいぶ序盤の最初の急登とかもう本当に散歩の延長ぐらいな感じで登ってきたんで、そうそう、足は元気ですよ。今のところは。だからなんかそんな8時間で行ける気は全然してなかったんですよね。9時間ぐらいかなと思ってたんですけど、いやいやいや。なんかあ、本当だ。寄らなかったんですかね。じゃあ上りは歩いていくんで、また会えたら。よいしょ。さあ長尾峠のチェックポイントは誰かいるのかと思ったけど、さっきすれ違った多分秀樹さんたちがあれかな、チェックポイント代わりだったのかもしれないという話に落ち着きました。今堀さんとかあと大西さんですね。大西さん大西くん若いね、20いくつだったっけ、さっき聞きましたけど、彼はこの間のマウント富士100で序盤一番最初コートニーの近くに行くときになんか近くで話しかけてくれて、すっかり忘れてたんですけど、それであの結構途中の先の方までコートニーと一緒に走ったらしいです。すごいね。よいしょ。なんとなくねこの辺りのメンバーと前後しながら近くで一緒にとりあえず一周目は走れたらいいなと思います。コースをね思い出すっていうのはねありますからね、一周が。よいしょ。よいしょ。もうすぐ1本目のバッテリーが切れるかな。一応長尾峠降りたけど特にトイレも行かず水も補給しませんでした。はい、です。あの同じく、はい、降りて1個手前で降りちゃって、しかもあれですか、あのトイレマークがついてるとこが降りてましたね。あ、うん、ちゃんと縦札にトイレがついてるとこがあったんですね、はいはい。でも誰もいなかったですよね。そうですね。そうですよね。趣味はいないですね。なるほどなるほど。2、3でちょっと効果確認っていう感じで。はい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 。じゃあ次通った時はトイレマークが出てきたらそこに入ればいいですね。ね。手前もちゃんと長尾峠って書いてあったんで、あそこかなって。優勝。一昨年はでもあそこにいたタヌキの提灯が。ああはい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 。去年どうだったかな。夕方からですもんね、確かね。そうですね。6時ぐらいからだったよね。はいはい。よいしょ。いや結構急登だなまた。このコースは走れるところも多いですけど、急に急登になりますからね、なんかこれがいやらしい。
よいしょ。あっつ、うん、今スタートから4時間10分ですね。距離は24キロ。累積はもう2200も登ったみたいです。なんか全然そんな感じしてないですけど、まあ調子は悪くないっていうことにしとこうかな、平均出力ペースは5分43に落ちましたね。さっきはちょっとロストしたりしてるあたりかな。この区間は平均心拍140ですね。もうちょっと落とそう。富士見ヶ丘公園。まあ、あんま見えてないですね。下半分見えないぐらいな感じで。下半分だけか。ああ、でもまあ2500ぐらいまでは見えてますね。多分。宝永山があったんで。よいしょ。この辺はやっぱ富士山が近くていいですね。よいしょ。外輪もいいルートだから、また来よう来ようと思ってて、なかなか遠くて来ないっていうね。よいしょ。このコースのハイライト的な場所に来ましたよ。足の子が浮いております。スタートからちょうど25キロくらいですね。4時間18分か。まあ確かに9時間はかかんないかな。まあ大体想定通りぐらいな予感がしますね。まあただ、なんだろうな、徐々に、汗が、なんかね、嫌な感じの汗が出てきてる感じがするんで。まあしっかり電解質とかね、取り直して。上りのあとフォームがなんかやっぱまた崩れてきちゃったかな。今ね、あちらも先生のね、指導のもとで、またちょっとね、いろいろ作り直しをしているところですので、はい、うまくいくか。やっぱりどうしてもね、なんか、マラソンやってたおかげというか、長いこと、速い動き、無理やり作るというか、無理やり速く走ろうとするような、フォームを染みつきかけてたみたいで。だから、ちゃんとね、ゆっくりでも、なんだろう、一番前に進む走り方、ダメージなく、前にしっかり推進力が出るようなフォームを意識して、持っていきます。まあね、足をしっかりと上げるっていうことですね。足をしっかり上げて、お尻を使うと。
まあ、このままね、淡々と進んでいきます。さあ、スカイラインの入り口脇ですね。ここをまたしばらくね、ちょっと登っていきますと。ああ、次の、なんだっけ、道の駅的なエイドみたいなやつがもうちょっとじゃなかったかな。まあ、エイドっていうか、あれかな、道の駅か。レストハウスか。レストハウス的なね。はい。なんか、なんだろうな。ケツがなんかもうすでに重くなってきた気がするんですよね。まあちょっと脱水気味なのかもしれないんで、もうちょっとね、補水をしよう。まあていうか脱水だね。やっぱさっきの長尾峠、寄っとくべきだったかな、自販機。まあまだでも1リッター弱あるから、まあ飲んでる量がね、全然足りてないんですけどね。うん。熱。これは、やばいかもしれん。次はトイレとかあったらそこで、あれですね、帽子濡らしたりとかもしないといけないですね。全体的にびしょびしょにしたい。一気に気温が上がってきてるわ。12時半だもんね。熱い熱い。次まで、あ、でもまだ5キロぐらいあるわ。意外と長かった。よし。さあ、長尾峠を通過してから、だいぶ経ちましたけどね。結構やっぱ激しい、険しいアップダウンを繰り返して、まあ、途中ね、峠に出たりもしましたけど、お、お疲れ様です。今一人でブズブズしてたわ。チートインの練習って聞きましたよ。はい。はい、頑張って。あ、トカさん。はい、お疲れ様です。はい、じゃあ、頑張って。いい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れです。お疲れです。よいしょ。よいしょ。ということで、スタートから28キロ地点ぐらいで、チームトリッパーズご一行様、ミキティ松井さんとその仲間たちとお会いしましたと。あ、高瀬さんもいましたね。よいしょ。日が陰ると涼しくてめちゃくちゃ気持ちがいい。いや、さっきの暑い時間帯結構やばかった。上りでもう熱が逃げていかない感じがして、うん、まあ若干おかげさまで脱水気味ですけど、まあまだ致命的なところまでは来てないみたいなんで、うん、出力もねかなり落としてるんで今日は。心拍数でいうと多分まあどんなに上がっても147、8、うん、くらいまでに抑えられてるんじゃないかなと思います。あ、下りもねゆっくりでも今130ぐらいあるんで、これがねちょっと自分の場合は多分脱水の兆候なんですよね。下りでリラックスしてる時はやっぱり120切るくらいまで落としたいんですよね本当は。まあいいや、とりあえずね、この一周目だけ、なんとかね、元気にクリアして、二周目以降はね、一人じゃないですから。ペーサーがついてくれて走るのって、実は人生初なんですよね。だからちょっとワクワクしてます。10分以上100マイル走ってんのにね。まあ、ペーサーとしてね、走ったことは2回ありますけど、そうそう。ということで、楽しみです。よいしょ。まずは次のレストハウスまで、あ、どれくらいだろう。2、3キロ切ったかな、もう。うん。ぼちぼちと置いていきます。
パイシードレーって言ってなんだ。できまーす。ありがとうございます。よし、スパイシードラ焼きいただこう。スパイシードラ焼き、これなんかなんだろう、何が入ってんだろう。まあ何かしらのこう香辛料が入ってんのかな。どのたかが作ってくださったのかな。ちょっと詳細を聞くのを忘れましたけど、でも美味しい。うん。そして急に現れたこの急登、全然登れないよ。若干やっぱ脱水気味なのかな。うん。今スタートからちょうど5時間ぐらいですね、経ちました。だいぶだいぶ抑えて抑えてきてるつもりだけどね。まあこの急登は諦めて体力温存します。前にも後ろにもね、今は誰もいません。チキンハートのね、大西くんが何回かロストしたりで一緒になったりしましたけど、ピューンってね行っちゃいましたんで、出力で100マイル走れたらほんとすごいなと思うけど、ちょっと若干心配です。暑かったしね。うん、まあまあ若さでなんとかしちゃうのかもしれない。よいしょ。あ、うまい。うん、ちょうど補給食足りねえなと思ったところなんで。なんで1周目から補給足りないんだよって。ちょっとね、持ってく量を若干間違えてましたね。羊羹20本ないぐらいだったから、それじゃ足りないですね。はい、よし、よし、あ、それ続いた。ヤギさんエイド。あっち。さて、この区間が1時間20分か。いやー、熱い。H3 なんですけど、熱い。水が足りない。ここは確か中でなんか水とかありましたっけ。ですよね。なんかじゃあ買うか。どうしようかな。あ、揚げ団子にしようかな。揚げ団子、はい。暑、はい、いですね、今日。どうしますかね。これもうこのまま持ってっちゃってもいいですか。はい。ちょっとみんないただいて、ありがとうございます。うん、ませっかくだから、ヤギさん取っとこうね。よし。じゃあ、4分ぐらい滞在しましたと。ああ。ちょっと休憩して、水を飲んでしっかりめにね、で揚げ団子を食べて、だいぶリフレッシュしました。いや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 、まあ今スタートから5時間20分ぐらいなんで、まあ5時間20分でトータルエイドタイムが5分ちょいぐらい、うん、筋トレ合わせてね、なんでまあまあこんなもんでしょう。まあレースじゃないからそんなに切り詰めなくてもいいんですけど、まああまりねダラダラしすぎないように行こうかなと思います。やっぱりね、なんかちょっと体が浮いてる感じ、うん、がするから、もうちょっとなんだろう、スッとね、スッと足を前に出してスムーズに前に進んでいきたいと、はい、思います。水が入って、でも急に体が冷
冷えてちゃんと出力が上がるようになった感覚がありますね。この感じで、行こう。なんかインスタ見てたら小林くんがなんかストーリーズにタグ付けしてくれてて、なんだっけ7時間半ペースとかなんか書いてありましたけど、絶対そんな早くないから多分ね。だってまだ、まあでもそうか、うん、どうなんだろう。31キロで2700アップで5時間26分。まあでもあと20キロあるからさすがに2時間ではいかないと思うけど、まあでも3時間はかかんないかもしれないですね、下り基調だし。って考えたら、まあ確かに8時間、8時間かかんないぐらいかもしれないな、もしかしたら。ちょっと早すぎますね一番後ろからね、皆さんとね、おしゃべりしながら走ってったんだけど、まあ、もしかしたら全体的に早かったのかもしれない。はい、まあ暑かったっていうのもね、あるしね、うん、まあちょっととりあえず脱水の窮地は出したんで、このまま進んでいこうと思います。なんか竹がえらい張り出してるエリアでめちゃくちゃ走りづらかったあ、もう終わり？いや、ありますね。今結構ぐちゃぐちゃしてるね。この後ね、雨が降るのか降らないのか、降らないといいんですけどね。まあでもだいぶね、1週間ぐらい前のちょっと前の予報だとね、もっと荒れそうな雰囲気だったんで、ちょっとねあ、行きたくねえなとかちょっと思い始めてはいたんですけど、まあ初日がね、ひとまず天気いい予報に変わったんでね、よかったよかったといやいや、行きたくなくてもちゃんと行きましたよ。来てはいったと思いますよ。そう、やっぱね、雨の中走るのはもう年に1回でいいかなってねこれらにやっといて何言ってんだってね、話ですけど。そうそう、まあ今日はね、レースじゃないから、たまにはね、そう、雨に打たれながら、まあ雨に打たれてる方が、くらいの方が自分の場合は実は体質的にはいいんじゃないかなっていうね、気もしてはいるんですけど、まあでも別に好きなわけじゃないからね、得て増えて突撃嫌いは違いますんで、うん。そして左足の母子球のところの魚の目がちょっと痛い。まだ一周目なのに。処理してきたつもりだったんですけどね。なんか年々なんか芯が硬くなってるというか手強くなってるような気がします。ロングレースの弊害、ロングレースだからってわけではないんですよね。このスポーツやってる以上はどうしてもね。もっと普段からやっぱフットケアじゃないですけど、マッサージ的なことをした方がいいのかもしれないね。うん、よし、いけー。だいぶ破っております。なんか時々ちょっと罠っぽい感じになってるとこもあるし、本当に道合ってますかって合ってました。まあまあ数十メーターですけど、ちょっと濃いですね。まあでも今の時期がギリギリでしょうね。もうちょっと、いや、もうギリギリというか、もう無理かも、そろそろこの辺はやっぱね、あっちの金時山方面とは全然様相が違って、人が全然入ってないから、ヤブが濃い。うわ、まあまあでも道が分からなくなるようなレベルではないのでね、怪しいなとは思うけどそうなんだね、外輪はこれがあるからちょっとね、やっぱ金時までの湯本金時のピストンが一番走りやすくて気持ちいいから、まあボリューム増やすんだったらね、長尾峠あたりまで行って帰ってきてもいいしまあさっきの八木さん枝あたりからなんか芦ノ湖のあたりに降りちゃって、
まあ、バスで帰るとかそういうルートとかもね、まあ、いいかもしれないです。まあ、やっぱこのルートの最適な季節は、まあ、どっちかというと冬場とか涼しい時期、うん、最高地点で金時とか、まあ、雪つく時もあると思いますけど、丹沢よりも低いかな、うん、1200、300ぐらいだと思うんで、結構ね、長く遊べる山かなと思います。まあ、夏も別に野望が気にならなければねこの辺まで来てもいいと思いますけど、ちょっと個人的にはしんどいかなよいしょ。なんかもうタイツがだいぶ潮吹いてますね、うん、さっきまでずぶ濡れだったけどだいぶ乾いてるから、まあれかもう汗が出なくなってるってことか、脱水ですかまあでもね、タイツが乾くぐらいってまだやっぱり湿度は低いんだろうなと想像します、うん、まあ最初にちょっと金時山までの区間で頑張っちゃった人はちょっときついかもしれないですね、うん、きついかもしれないっていうか、自分がきつかった、そんなに頑張ったつもりなかったのにそれでもきつかったから、うん、まあでもね、これからどんどん涼しくなってきますからね、一人でも多くのね完走者が生まれることを願いたいと思います。もう願うことしかできないけどあ、ここ足使っちゃう、気をつけてゆっくり降りよう。もうこんなとこで急いでもしょうがないかな、うん、よし道の駅箱根峠でここまで、八木山エイトを出てから37分ですね。よいしょ。まあ別に呼吸とか今はいいかな、トイレだけ寄っていくか。よし3分弱ぐらいトイレだけしてね、またトイレ戻ります。こんなとこだっけ、こんなんだっけまあ GPX も合ってますし、あんまり記憶にないけどよいしょ。伊達くんにタイムテーブルどれくらいですかって聞かれたから、9時間弱くらいかなって送ったら、7時間ぐらいのに乗ってるって言われましたそんなことあるかな。そんなに頑張ってるつもりはないんですけど、もしかしたらちょっと早いのかもしれないですね。あー涼しい。よいしょ。お疲れ様です。だいぶ石がツルツルですね。危ない。さあ、足の湖畔に降りてきました。箱根峠からはまあちょっとトレイル入って、それでもうすぐロード出ちゃうんですね、またね。あまりこの辺のコースの記憶がなかった。なるほどね。まあね、外輪ルートもなんか諸説ありますからねまあ今日はこのルートっていうことで、まあでも前来た時もここだったかな。お、この水使っ
使いたいけど、なんか人んちっぽいからやめとこう。水浴びしたいな。なんかあんま綺麗な水じゃないかもしれない、もしかしたら。本当にやばい時はね、そうも言ってられないこともあるからね。さあ、あー来た来た、箱根駅伝ミュージアム、交差点を左に曲がると、5区のフィニッシュ地点ですね。もうこの景色だけはもう見たらすぐ、あ来た来たなっていうね、来ましたねっていうのが。なんかどうせだったら芦ノ湖スタートゴールにしたら面白いんじゃないかなと個人的に思っちゃいますけどね。もちろんそこがねフィニッシュ地点でね、3回フィニッシュするってのもね、どうすかね。まあでもね、箱根茶さんみたいなね素晴らしい施設があるからね、なかなかそうはいかないか。暑い、めちゃくちゃ暑い。なんかのんびり走ってるつもりだけど、キロ5分くらいなんですね。やっぱこういう時にどうしてもちょっとレース走力が上がったのかなって思っちゃいがちというか、そう思いたいんですけど、まあちょっとね出力が高いのかもしれないので落ち着いていこうと思います。よし、今しがたセブンイレブンでなんだロイヤルゼリー、なんちゃらかんちゃらロイヤルゼリーカフェインプラス配合みたいな、なんかそんなのを飲みました。ちょっと、ね、朝から眠かったんでちょっと復活したかな。え、ここもっと上かな。そうだよね、左側走った方がいいね。よいしょ。ここのロードがね、まあ、箱根駅伝でいうと6区の区間にはなるんですけど、まあえげつない。さあ今スタートから6時間30分ですね。で、時刻は2時33分です。一番暑い時間を今通り越したくらいかな、はい、と思います。距離は今 39.5km ですね。累積標高がちょうど3000を超えたところぐらいです。ここまでのね、どこかな、芦ノ湖か、芦ノ湖なんだっけ、さっきのあのトイレに寄ったゲストハウス的な道の駅か、道の駅から 4.7km で、この区間の平均心拍数は143。ちょっとねじりじり全体的に上がってきてるんですよね。まあ今の心拍は139。そう。芦ノ湖畔からこう、今ずーっとロードでね上がってきてるんですけど、ロードの登りって、なんか楽に感じて、こう、まあ設置して、反発がね、いっぱいもらえるんで、楽に感じるんですけど、実際多分体にかかってる負荷は、トレイル走ってる時と変わんなくて、ついね、なんだろう、ペース上がっちゃうんですよね。気をつけないと心拍爆上がりなんで、上げすぎないようにいきたいと思います。トレイルはまだかな、もうちょっと先か。よし、さあ足の湯ですね。 40.8km 地点ですね。そこがね、そこまで箱根の5区の激登りと呼ばれている区間はそこまでですね。そこから先が今登ってきた方にこう降りていくんですよね、最後。だから一般的にはね、下りのロックって呼ばれてる箱根駅伝のロックもここまで、この足の湯まではほぼ上りなんですよね。さっきのねフィニッシュ地点からで、そこから先がもうロックの激下りって呼ばれてるねところなんで、それをやってる人ならわかると思うんですけど、下りのロック言われてるけど、こんなに登らされてからの下りのロックなんで、
ただ下ればいいってわけじゃやっぱないんですよね。そう、まあ、上りも、まあ、ある程度もちろん出力が高くて、かつこううまく多分 登れる人じゃないと、その後の下りで、ね、力を出し切れなくなるんじゃないですかね。まあ、ちょっとそんな全力でやろうと思ったことないからわかんないですけどね。はい、ということでここまで頑張って登ってきた甲斐があったよ。まあどうせまた降りてからまたここに戻ってくるんですけどね。最後の3周目はまあここ今降りてって、でまた多分そっちのトレイルで千元山ってところに登り返してまた降りてゴールっていうことみたいですね。さあ、まあでも足の上まで来たって言ってもこの先がもうちょっと行ったらトレイルの入り口で、でそこから何キロだ、7、8キロぐらいとかだって結構長い下りパートがあるんで、まあ下りだからといってね油断しないでラスケツにならないように、まあちょっとね、なんかちょっと口に入れながら走れたらなと思ってます。暑いけど下り基調で走ってる速度が上がってるおかげか、そんなに苦しさは感じない。心拍数も133です。もうちょっと低くてもいいけどね。まあでもね、なんだろう、だいぶリラックスして走れてる感じがするから、やっぱりこの間の富士100の時とはなんかちょっと違いますね。まあ時間帯とかも違うっていうのもあるけどね。ただやっぱり若干右足の詰まり感が出てるからちょっとね修正しながら行きたいと思います。はい、さあ湯坂道鎌倉古道まで降りてきたんで、ここからハイキングコースですね。ここからずっと、ここか、鷹の巣山、千元山で湯本、長いですね。はい、まあ、長いけど仕方がない。まあロードで降りるよりはまあ気持ち楽かな。まあちょっとね傾斜は急ですけど、やっぱでもね気持ちいいですよね、下りのトレイルは。見ちゃってるよね。よしよし、さあ走りやすい林道トレイルを行ってきます。ここね、普通のガイリーンだと、もう結構キロ5分切るようなペースで、キロ4分近いペースとかで降りていけるんですけど、それやっちゃうと、完全に次の、切り返してくる時の足が終わると思うんで、はい、のんびりと、まあ、ダメージをね、できる限り受けないように、ダメージを殺しながら、降りていきたいと思います。よし。呼吸を取らなきゃって思ってたけど、もう、あと羊羹が何本だ ?1、2、3本ですね。あと150キロカロリーしかないわ。なんだろうな、なんかもっといっぱい入れてきたつもりだったんですけど、なぜか20本ないぐらいだったんで、まあ足りないですよね。まあでもね、3年前の神戸走った時は、なんだ1周あたり羊羹10本の計算だったんで、まあまあ、5時間じゃないか。4時間ちょいにつき、500キロカロリーぐらい、まあ今考えたら少なすぎるんですけど。まあそれを、一周行って、2回行って、20個持ってった羊羹を食べきって、で、なんだ、エイドワークして、呼吸を詰め込んで、でまた2周行って、でまた詰め込んで、最後の1周っていう感じにしたんですよね。そう。だからまあそう考えたら、まあ今日20本なくてもよく考えたら、足りる計算なんですけど、えらい腹が減るな。なんでしょうね。やっぱ燃費が悪くなってんのかもしれないです。正直ね、なんだろう。その頃からトラック練とかもちろんやってるんですけど、やっぱ、公共と有酸素みたいな、まあ、テンポ走というか、マラソンぐらいの出力を維持するようなトレーニングを混ぜ始めてから、まあ、特にこの間の冬のシーズンですよね。その頃ぐらいから、なんかやっぱ燃費が良くなくなったというか、
より爆発的にエネルギーを使うような体質になんかねちょっと変わってるような気がするんですよね。まあ、だからねやっぱりねマラソンが速く走るからといってトレラン特に超ロングのトレランが速く走るかって絶対そんなことないと思うんですよね。まああの田中さんとかもねよくまあそう平地走力鍛えたり登り鍛えたりまあ何をこう何に特化させるかによるけどまあある程度のトレードオフはあると思うっていう話をいつもねしてくださるんですけど本当その通りだなと思うんでやっぱりバランスよくいろんな練習をねやったりまあクロストレーニングしたりとかそういうのがやっぱり総合力につながるのかなっていうふうに個人的には思ってます。うん、歩きの練習とかもね一つのクロストレーニングみたいなもんだから本当はねもっとやりたいんですけどねなかなか時間が最近よりね時間の価値が上がってきて自分の中でですけどね時間の価値が上がってきてなんかおかしな言い方ですけど時間を使いたいことが多すぎてだからもうなんか余計なことしてんならとにかく走らなきゃっていうね気になっちゃってるんですけどあんまりやっぱり良くなくて、うん、他のねまあバイクとか特にやりたいなとかもっと長い時間2時間ぐらいとかゆっくりちょっと歩きたいなとかね思うこともあるんですけどなかなかそういう時間がね取りづらい昨今です。うん、よいしょ、はあ、なんかもうちょっとなだらかな下りだった気がしたんだけどこの先かこの辺のちょっとギザギザしたところを置いたらずっとダラッダラッダラッダラした下りですね。うん、そこでやっと50キロか。まあでも確かに100マイル走る想定でいるのに一周このまま行くと7時間40分ぐらいか結局。あ、まあだったらそんなもんかな。まあでも8時間ってね刻んで24時間ペースなんで、まあ、多分ね明らかに早いんですよね。だいぶ楽に行ったし心拍数のアベレージ的にもねあのトータルで見たら140まで行ってないぐらいなんで100マイルペースだと思うんだけどね。まあなんともですね。お来た来ました来ましたよ。逆走スタートなんだね。知らなかったわ。今日何やってんすか。なんでこんなとこに。調子はどうすか。いや久しぶりじゃねえだろ。先週ぶり、調子はどうすか。まあいや逆ですよ。どうすか。今のところまだ脱水は大丈夫なんで反抗してくださいね。あ、うん、頑張ります。何時間ペースぐらいでいくの。わかんないです。今日川内さんいないんで。あ、僕の7ペーサーがいないんですよ。あ、そういうことなんだ。なるほど。自分はこのまま行くとなんか7時間半ぐらいで終わりそうな感じだけど、じゃあ頑張って。えい。はい。よいしょ。えい。お疲れです。あれ、西方くんのノラペーサーがいないらしいけど、やんなくていいんですか。やります。頑張ってください。という茶番を経て、はい、降りていきます。さあ、西方くんを見送って、千元山の方に上がっていきます。ちょっとね林道との分岐があったんで早くちょっと見逃しそうになったけどなんとか大丈夫でした。43キロ地点ちょいぐらいでしたね。あと多分7キロないぐらいかな。まあ軌道で降りたとして35分だからまあ40分ぐらいかな。そうすると、7時間35分とか40分とかですね。あれだわ、さっき小林くんが言ってた7時間半ペースぴったりだわ。
そうなんだ、早いな。もしそのペースだと、7321の1時間半だから、22時間半ペースですね。まあ、累積1万で22時間半っていうのはちょっと自分の実力からはかけ離れてる数字なんで、多分オーバーペースなんじゃないかな。まあわかんないですよ。22時間台で行ければね、そんな嬉しいことはないですけど、4年前の袋24体の時に、160キロ弱ぐらい、6500アップぐらい、それで20時間30何分とかだったんですよね。まあ高見も、170キロ7500アップ、7000アップぐらいで、それが22時間半とかなんで、まあ普通に考えたらプラス3000メーターとか4000メーターぐらいの累積が今日はあるはずなんで、24時間以内に行けるのは可能性はかなり低いんじゃないかなと思うんですけどね。1周目抑えて2周目3周目ちょっとずつ上げていきたいなんて言ってましたけど、どうなることやら。まあまあ今からでもね、出力調整可能なんで、ちょっとねこの登りは歩いていこうと思います。走りやすいけどね。はい、頑張れーす。ありがとうございます。よーし、 H2 ですか。 H2、 いってらっしゃい。ファイトです。ネスワン H2 トップ3行きましたね。なんか西方くんが箱根走ってんのはなんかすげえ変な感じがするな。なんかね、レースばっかり出てるから、こうなんかなんだろう、長尾の動画とか見てくださってる方、勘違いしてる方も多いかもしれないですけど、レースが好きっていうよりも、なんだろう、こう、まあレースも好きなんですけどね。レースに向けて練習をしていくのは特に楽しいんですけど、こういう草100マイルとか野良っぽいイベントとか、こういうのね、もっといっぱい遊びに行きたいんですよ。まあ極論言っちゃうと、年中これで遊んでても多分飽きないタイプなんで、多分自分もそうだけど、西方くんのとこも多分相当好きだと思うから。毎週100マイルでもいいんじゃないですか、西方くんは。毎週草イベント呼ばれたら多分行くんじゃないかな。まあ自分も毎週は無理だけど、月1ぐらいだったら全然遊びに行きたいですよね。10分前ぐらいですか。15分前。さすが。頑張ってください。また会えたらお会いしましょう。頑張れーす。さあ、富士山ご一行行きました。大西選手15分前ぐらいですね。まあ多分もうちょっと降りたら上がってくるんじゃないかな。レースじゃないとはいつもやっぱあれですね、皆さん誰が一番前を走ってるかっていうのはやっぱ気になるみたいですね。まあそんなこと言ってもらえるのはこの1番2番3番あたりだけですからね。ありがたい話ですよ。まあでも今日はね、ほんとこのままのペースで走り切れるように努力したいと思います。まあなんだろう、本当はマウント G100 でもそういう風に、なんだろう、自分との戦いじゃないけどね、自分の走りに集中したかったんですけど、やっぱりね、ちょっとそれが悪かったっていうよりも、岩田さんとちょっとこう一緒についていって走ったら面白いかなとか思って、そういう間が差しちゃったことによってね、なんか違う感じになっちゃったんで、今日はあんまり対人ありきじゃなくてね、自分のペースで刻むことに集中して走れたらいいなと思います。まあ、不動の森でもね、そういう感じで走れたことによって、結果的に、まあ、関門ギリギリでしたけど、完走できたんでね。お、ありがとうございます。はい、また戻ってきます。さあ、最後の石畳区間に来ましたね。しかここに来るともうちょっとだったような、もう1キロぐらいだったような
記憶があるんですけど、どうでしょう。あの大西さんがね来てくれればあとどれくらいか聞けるんですけど、まだ現れないんで映像であれかな、多少ゆっくりしてんのかな。もうちょっとゆっくりしたいな。何せ一周が長いまあ次からはね、タヌキエイドとかタヌキさんのエイドとかなんかあるみたいなんですけど、そうそう、そこにね、そこにたどり着くまでがまた結構あるからね。あ、いたけたけた。ちょっと石畳の下りはあんまりよろしくないですね。ちょっとやっぱ下り足来てますねこれだけ長いこと下りされることはなかなかないですからね。 UTMB の対策にもいいんじゃないでしょうかそういう視点で見たことなかったけど、ここあ、いた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 。ちょっと歩こう。そして水を飲もう。手元で 47.5 キロですね。累積は3180アップって出てるけど、まあそんなもんか。え、3180、それでかける3して最後また千切山戻るの、なんかちょっとまああれか、累積はしょうがないか、もう距離を整えるためにはそうするしかないかだいぶ登らされるな。なんかもうこの下り長すぎて、1回目だけどもうなんかなんだろう、100マイルの最後の10キロみたいになってますよし、今そこにもうでもね国道1号線走ってるんで、うん、もうちょっとだと思います。 あ見えてるね。ちょっと体がもわっとしてる。体温は 37.4 度ですね。例えば今日全然体温見てなかったなせっかくつけてんだから見ろよってね。さあ地元まで20分の看板があったんで、もう多分あと1キロちょいぐらいじゃないかな。はい、さあロードまで降りてきました。最後のあれか、道の駅からかな。1時間33分違うな、セブンイレブンからか。あ、おじさん来た。まっすぐ行けばいいんですか、はい、じゃあ気をつけて、はい、いらっしゃい。どこから1時間半だっけな、セブンイレブンか。まあちょっと忘れましたえ、ちょっといいのかな。あそこの登りやばいな。ちょっとハリさんに行ってだいぶコントロールしてもらって、水もジャブジャブしながら行かないと死ぬね。いや暑かった。まあ、ほんと最後の下りと今のロードの日向のとこもやばいねよし歩いていこうい
よいしょ。ここまで、手元で 48.7 キロですね。7時間37分。平均ペースはキロ9分23秒です。この累積のレースにしては、やっぱ、ちょっと早いね。お、合図が分かれた。あ、お疲れ様です。あれ、この席になってますよね。この席ありがとうございます。待ってますよ、はい。はーい。暑っ最後の下りがもう蒸しててやばかった。今一番暑いですね。暑いです。最高です。えい、よいしょ。あ、鉄道も、お疲れ様です。ここでしたっけ。ここですよね。はい、あっちえい、水熱いわあ、熱っ。そうですね、だいぶ熱いですね。いや、なんかもうそれは朝からなんです。なんか最後の下りの下の方がもうムシムシでやばかったです。そこが一番暑かったな。ちょっととりあえずこの水をシャバシャバしながら呼吸とか取りますよ。普通に。え、のんびりしていこう。いす、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、暑かった。え、いやいやいや、ゼリーが美味しそう。いきます。ゴミとかあれば、あ、はい、いただきます。ゴミ拾おうと思ったんですけど全然落ちなかった。これしか落ちなかった。ありがとうございます。これしかないよ。じゃあ、はい、行ってきます。はい、荷物あっちにある。あ、荷物なんかその辺に。あ、出して。あ、はい、ありがとうございます。スープもありますし、漬物もありますし、はい、お湯とかもあるんで。お湯は大丈夫です。お湯はちょっときついですね。梅干しいただいてもいいですか。すいません。1分ぐらい。うん、ここで、あ、そこについてました。すいません。はい、ありがとうございます。食べんと。ああ、じゃあこれうまそうですね。なんかそれ食べたくなるかな。おにぎりはまあ別にどっちでも。そんな食ってない。いや、食べます食べます。梅かツナか。うん、ここですか。これん、今ここですね。あ、そうそう、なんかやる。サングラスはもう手間多かったな。あとはなんかどっかにありえたんですよね。蛍光補水液的なやつ。蛍光補水液。あ、水とかなんか。あ、水はさっき入れてきたの。これじゃあちょっと取りまして。はい、あ、取れますか。食パン食べますよ。今届いたんですけど。え？クリパン届いたんですけど。あ、マジですか。食べようかな。はい、オーブンになってるんで。はい。これお水ですか。あ、水で大丈夫です。はい。こんな。
ってことなんで、はい、ゴミもありがとうございます。ありがとうございます。梅干しの種が入ってめちゃくちゃいい匂い。呼吸は？呼吸はしっぱらかんです。なんか羊羹を20本ぐらい持ってきます。20本。熱いですか？熱かった。最後のくだりが魅力的。はい、ありがとうございます。すげえな、20本。羊羹だらけ。ここに10本ぐらい入れます。全部入れるわけじゃないでしょ。ね、半分ぐらいにして。これ、切んなくていいんですか？もうこのままなんですよ。すごい。こんな切ってんの。え？入れますよ。ありがとうございます。待って、わしわしっつって。すごいね。10本10本です。こっちでいいか。入れますよ。ありがとうございます。すいません。処理パンが潰れてしまう。お、入った。10本。買いました？はい。はい、ありがとうございます。うん？それは違いましたね。梅干し循環入ってるだけです。大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫です。あとはカメラチェンジ。ちょっと待ってください。なんか2周目よりも3周目の最後の下りが嫌ですね。しかもあそこ2回降りなきゃいけない。そうですね。あれ2回ですよね。あそこ2回降りないといけない。やばい、やばいイベントやこれ。まあまあとりあえず2周目を。はい、最後2周目で良かったですね。3周目だと絶対最後文句言ってますよ、ずっと。次の人来ないままだ。これはプラグですね。よし、はい、行ってきます。ありがとうございます。あれゆうかさん、おめでとうございます。はい、じゃあ行きます。ありがとうございました。またなんとか戻ってきます。暑い。まだまだこれからって感じだ。